his eyes. Tired snowflakes are coming down, collapse into water when they hit the ground. I hear the sound of empty streets. Yesterday has gone to sleep, so all that's left is you and me. I can promise you're the only thing I see. Hold my hand and hear the words I say. Close your eyes and let us fade away. Build a secret place for you and me. Let our minds be caught up in a dream.堀史上一番深いわ、本当に。どうだ。あ、小川が流れてる。いいね。あ、いい。じゃあここキャンプ場しましょう。はい。いい？じゃあまた設営をやっておきましょう。うん、はい。よし。頑張って。まーちゃん撮ってるから。炎上するぞ。手伝わないと。分かった。止めるよ。誰も見てないけど。はい、設置完了。これからお昼ご飯食べよう。最高のあいにくの天気だ。何最高のあいにくの天気。最高にあいにくな天気だわ。いや本当だね。霧雨が強い。霧雨だね。強い。もうべちゃべちゃ。普通に傘がいる程度の雨。なんか雨を想定したキャンプをやってきてないからさ、なんか準備不足も甚だしい。こんだけ天気悪い中やったことなかったから。なーい。てか雨が初めてじゃない？結構なかなか強運の持ち主だからさ。強運の持ち主だから。口回ってない。めちゃめちゃ強運の持ち主だから。疲れたん今日。全然だってもうテント先生まーちゃん手伝ってくれなかったから。いや私めっちゃ物全部運んだじゃん。全部物運んだし。水も汲んできたのに。ありがとういつも。今日はね、もう早く食べたいからオムライスを作るんだけど、冷凍のチキンライスでもピペットやっちゃいます。オムライス、うん、まあ、お昼と言ってもね、もうなんやかんやで4時です。うん、もう雨降ってかなんか散歩とかもいろいろ行けないから、うん、今日はもう食べるの中心だね。うん、もうここ、そう、ここだね、ここだね。今日はここでお届けします。うん、なんか床でみたいなやつ。え？てか息しろ。じゃあここに入れます。うわわわわわ、いっぱいがいい？いっぱい。ここだっけ？うん、こっちか。あ、溶けてきた。
じゃあ、まじでパンしようから。いいね。かわいいかわいい。よし。できるかな。あ、いいね。すごい柔らかい。完成。オムライスとチキンソテー。コールマンのサンドイッチメーカーで。ホットサンドメーカーで。焼いた卵。かわいい。しかも超プルプル。もうプルプル。とてつもないプルプル。フライパン代わりですね。うん、めちゃめちゃいいわこれ。いいね。わ、卵がプルプルだわ。チーズ入ってるかな。最高。ホットサンドメーカーの卵最高じゃない？うん、マジふわふわじゃない？うん、オムレツ作れる、うん、すごいよ、肉汁流れちゃう。これがどれだけ柔らかいかっていうのを伝えたい。うん、スープとかを飲むためにご飯食ってんじゃないかっていうぐらいスープ好き。うん、おいしい。あったかい。スープを飲むためにご飯食ってんじゃないかってぐらいスープ好きだもん。ループしたよ。私ループした。失敗した。笑っちゃった。ループしたかと思った。まだ全然強い霧雨だね。うん、うわ、そこもすっごい溜まってきてる水。大丈夫。ビシャーして。うわー、すごい。おーおーは、横も溜まってんだね。あ、天気予報ってね、わかんないからな。空見た方が早いね。さすがだな。今の発言は素晴らしいよ。もう天気予報なんて見なくてもいいって、空見てればわかる。そう、空よ。あー、食った。うん、あー、おいしい。最高。今回初めて来たからいろいろね、景色とか、うん、なんか普通遊具みたいなとこもあったり、あるある、ね、いろいろ回って動画撮りたいけど厳しいな。顔厳しいわ。顔アピールの顔がすごい。まあまあ、ちょっと厳しいわ。今何時？今とはいえもう5時。昼食ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。でした、うん、すごい、こんな近くに鹿が来てますね。すごい鹿来た。本当に自然だってことを伝えられたかな。ね、もうあれか、画面の中央に置く時代は終わったのか。飛車ちょっと右に。ご飯に夢中だ。かわいい。あー、尻尾かわいい。あの夜とかね、結構道路まで出てくんだよね。キツネも横切ったりするし、車の前。すごい近づいてきたね。来たぞ。ねえ。めっちゃ降りてきたぞ。うん、あ、帰ってく。尻尾がかわいい。ただいま19時16分、はい、何やかんやもう7時半になるわ。うん、ちょっとね、まどろんでたらね、すぐだね。雨はやむ気配もないし、うん、あ、自然に溢れてるなと思ったらね、もう目と鼻の先に鹿が現れてね。やれることもないし、うん、俺らにできることはただ一つだ、飯を食らうっていうところ。食らうんだ、作るところからでいい。なんて言ったって大ぐらいだから。いつもそのアピールしてるけど、本当にお腹いっぱいになったことないから。あ、人生で、人生
一度も一回もないね。ないんだ。思い返してもないわ。物心ついてから一回もないから配食感だね。なんか食事っていうよりもなんか作業になっちゃうよね。でもね、そうなるとあやっぱりお腹いっぱいにならないと。そう、無限だからね。そう、胃が無尽蔵だからご飯作ろう。うん、アヒージョとそのオイルを使ってトマトパスタを作ろうかなと思います。これはタークのフライパンでドーンとアヒージョやっちゃって、そのまんまパスタ入れて、薪はね絶賛全部濡れたんでちょっとガスでやっていきましょうか、ね、今さちょっとこれ下げたけどさ、さっきまでねピーンと張っててめっちゃ水溜まってて、でちょっと目を離した時にねジャバーッつってなった。だから少し下げてね、水が勝手にこう流れるシステムをね作った。これもう他の人誰もやってないんじゃないかな。やってるやってる、斜め向かいがそれでやってるから、多分もう誰も思いつかない違う斜め向かいがやってた。作ってきますか。うん、これ簡単に今日はキノコのアヒージョの素を使っちゃいますと、これねバゲット、魔女宅のね。そう、魔女宅の、魔女宅のバゲットね。そうだよエビ20匹、はい、じゃあやっていきましょうか。うん、オピネル、ガンガンやっていっていいでしょ。でっかいね。大正解だね。冷凍のでもいいかと思ったけど、やっぱ生のエビの方がうまいんだね。結構かな。中心がここね。行くよ。はい。うん。怖。揚げ物？ちょっと半々ずついった方が良かったかな。もう遅いよ、もう遅いよねなんでうちらっていつもさこうなんかな。いや私かな私が悪いのか、食べれるかなまあ食べれるかなというよりも食べるしかないよアヒージョただ豪快すぎたこんなにフライパンいっぱいになると思ってエビ半分いく？うん、アヒージョ完成、うん、ちょっと量が量なんで食べながら温めながら、そうね、一回火つけてもいいんじゃない？うん、とてつもない量です。ね、何人前かな、まあ、ざっと6マジにいつも本当量バカ2人とも気づかないのだって、うん、作ってる段階で入れてみないと分かんない。取れる？うん、いいよ食べて。いいですか？うん、いただきます。じゃあ、はい、今日はほろ酔いの冷やしパイン。おいしい。このアヒージョの素すっげえ美味い。ほんと、うん、
あったかい。美味しい。うん。エビいっちゃいます。うん。プリプリ。うん。うん。うまい。おいしい。でかい。おいしい。なんかエビの味が濃い。うん、おいしい。酸味と甘みちょうどいい。おお、素晴らしいわ。なんか一発の食レポしてきたわ。なあ、ニンニクいい。うん、アヒージョの素にニンニク入ってるからさ、うん、なので今回ごとパンチ効いてるわ。うん、ごと入れた。ちょっとすすってみて、味見してみて。いや、今はまだ美味しくないでしょ、これ。結構煮立てんの。どうだろう。そこまでちゃんと、あ、なんかでもなってきた、ほら。本当だ、麺が変わってきた。重っ。もっさいな。何よ、もっさい、もっちゃりしてるってこと。うん、あ、もったもったしてる。何点？70点。意外と高い。あれ、それいいか。味は美味しいわ。うん、もったりもったりしてるね、うん、麺がね。多分水分吸ってるからこういう感じなんだろうな。あと一度腹いっぱいになってきたんだ。うん、これはちょっとアヒージョの油多かったな。多かった。もっと抜いてよかったね。うん、ちょっと分かんなかったね。寝れないぐらい胸焼きつくんですね。この調子で食い続けたら。お水いっぱい飲んでさ、浄化しよう。意外とこれでいけるような体になってきた。本当？ちょっとシカシャくないとめっちゃ無理だわ。めっちゃ無理って言ってた。それで70点。それで70点って言ってた。よく言い過ぎた。もったもったしてんだもん、うん、ケチャップの酸味がないとちょっと進まないよ。アヒージョの油が多かったな、間違いない。単純にね、油が多かった。もっと抜いてかった。うん、初日はこんな感じで、ね、また明日も雨でるけど、うん、思い残すことはないか。初日また明日は早起きをして楽しみたいよね。そうね、明日明日でいいご飯、いいご飯が待ってるから。マジがやだ、もう急に来るから。おやすみなさい。おやすみなさい。おはようございます。ちょっと雨もね、落ち着いた。そうね、いや昨日の夜もうとんでもないズワーって降ってた、ね、大雨だったね。とはいえもう8時間バッチリ寝たんだけど、11時から7時まで、うん、ね、めっちゃ寝るよね。マチャリさんちは8時ぐらいまで、うん、よかった、ね、睡眠系キャンパーとして。よく寝る、よく寝る、本当によく寝れる。今何時ですか？ただいまね、9時なので、うん、撤収も考えると約1時間ぐらい、うん、しかも時間ないんでご飯を作っていきましょうか、うん。
じゃなかった？思ってるよりいいの？ちょっと奥喋りたかった。だしもケチャップいっぱい。はい、いいね。めっちゃ美味しそう、そのホットドッグ。どうぞ。はい、いただきます。たった、うん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 、まだみんなも出てこない。綺麗な断面図。動物の声が聞こえる。チーズがグツグツ言ってるよ。本当はブラックペッパーとかをピュピュってかけたいんだけど、ちょっと今日持ってきてないんで、その代わりこれかけちゃおう。ガーリックソルト？うん、なんかスパイスとかガーリックとか入ってるやつ。おお。いっぱい入った。いい？パンチ効いてる方がいいから。そうだよね、何事も。そうだよね、おいしそう。そんなちょっとでいいの？チーズ。うん、OK。 OK。 あー、熱そう。ジルン、ジン、あ、うん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 、超手軽で簡単でしっかり美味しいっていい。うん、美味しい。めっちゃ美味しい。あっち。うん。うん、うん。いっぱいつけた方が美味しいから。ちょっとパンいっちゃおうかしら。うん。いや、美味しそう。マチョタクのバケット。見て、垂れる、垂れる、チーズが垂れる。贅沢。違う。やばいわ、あとちょっとしかないチーズ。舌やけどしたな。強かってたけど。何も言ってなかったけど、実はめちゃめちゃやけどしてるわ。ベロから先行っちゃうタイプだからさ。そうなの。受け、受け舌だ。二人しかいないのにいなすな、俺を。やばいやばい、そうやったら、あかなかな。思ったね、私も、そうやって。だって早く食べたいんだもん。いけるね、持ってられるも。え、全然、なんで信用してないの。とろみ強いのかなと思って、持ってられだったら、ね、バーッつるじゃん。え、どういうこと。そう、そうか。もっちゃちょっと絡みづらくない。うん、モッツァレラ、うん、ちょっと重いね。ギリギリまで食ってんの俺らぐらいか。もうみんな撤収とかなんか片付けしてる雰囲気出るけど、うん、ちょっとモッツァレラチーズは脂っこいな、うん、めっちゃ黄色い脂がね、ちょっと油分強いわ、うん、何時今。10時だ。やば。食べ終わったらそこ撤収作業だね。じゃあバーイする。したいのか。伝えて。した。
みんなとバイしたくないけど、バイしなきゃいけないのか。ということで、バイ。ありがとうございました。You said it was the last time, but you keep coming back to tell me sorry that you take back all the things you said.